自爆させろと言った。いいな、逃がすな、撃ち殺せ。署内に侵入者あり。奴はおとりだったのか。あじなまれを。あなたには何の恨みもないわ、ラン。できることならあなたとは戦いたくない。でも私はタロンの戦士、命令とあればあなたの弟も、そして仲間も殺さねばならない。あ、まさかあの二人俺を助けるために。バカ野郎、俺が何のためにおとりになったと思ってるんだ。渡る、いたか。いえ、まだ見つかりません。よし、Bブロック急げ。は、落ち着くんだイリさん。あなたは僕の目なんだ。自分の力を信じて頑張って。そんなこと言ったってどうしていいかわからないのよ。もう私指示なんてできない。ユイさん、渡る、渡るなんでしょ。私を、姉さん、ラン、リングを外せたんだね。ええ、やっぱりあなただったのね、渡る。あ、キリーさんは。ええ、一緒よ。よかった、ユニさんとバードも来てるんだ。バード。ほら、鳥貝さんだよ。そこにいて、こっからは自力で脱出するわ。本当によかった。でも怪我は大丈夫？平気よ。それより地上に通じるダクトかなんかない？すぐに探すわ。今から恐ろしいことが起きようとしている。でも私にはどうすることもできない。ランが脱走しただと？何？キリモか？バカ者、何のためのネックリングだったんだ。まったく大した失態だな、つなが君。呆れ果てて物も言えんわい。サイボーグやエスパーを甘く見るからこういうざまになるんじゃよ。どちらへ？こうなったら外へ出て RX606 捕獲の指揮を取る。奴がいる限りランはまだ署内から出ておらんじゃろう。助けに来た仲間を置いて自分だけ逃げるような子ではないからな。ラン、気をつけて、前方に警備員よ。いたぞ、あそこだ。デイ先生、消えた。ランを発見、気流も一緒だ。向かい全てを封鎖しろ。絶対に地上に出すな。いいか、見つけ次第に射殺するんだ。渡る、どこなの？渡る！いたぞ、あそこだ。ダメだ。あばよ、先生。やめて！部長！俺の手が！まさか！撃てるものなら撃つがいいわ。なんだ？何をしてやる？撃て！撃ち殺せ！先生、しっかりして！死なないで！死んじゃダメ！どうしたのユニさん、姉さんたちに何かあったの？姉さん、どうしたんだ姉さん。そこまでだ。よくぞタランチュラのワイヤーに耐えられたな。さすがにわしの手によるプロトタイプじゃて。ドクター、メレケス。久しぶりだな、RX606。ざまみやがれ、手こずらせおって。おい、救護班はまだか。早く来るように督促しろ。何を黙ってるんだ。もたもたしてたら俺は死にまぞ。貴様ら、見殺しにする気か。生きている。まだ二人とも生きてるわ。本当？ええ、急いで、まだ間に合うわ。もうほとんど意識はないけど、全神経を集中して桐生さんの命をつないでいるランの気力が尽きたら二人ともおしまいよ。貴様ら、何をしてる。これはまだ生きてあるのか。
心配しとったのじゃぞ。わしは今でもお前のことを我が子のように思っておる。 RX606 我が子と聞いて呆れるぜ。俺は貴様らに一度殺されたんだ。二度と死ぬことはできないんだぜ。ではどうしてもタロンに戻る気はないのか。ない。切れかけてるバッテリー欲しさに貴様らに尻尾を振るとでも思ってるのか、カセ頭のじいさんよ。カセ残念じゃな。お前は常識を覆した貴重な戦闘サイボーグじゃったが、こうなればバッテリーの切れる前に引導を渡してやる。全弾打ち込め。こう研究所が、なんだあれは。しまった。うらん、うらん。ダメです、照準が合いません。姉さん、ワタル君、それはランの中に眠っていた意識の集合体よ。古代超人類の怨念がランの意識の鎖から解き放されたのよ。早くそこから離れて。危険だわ。それはランの意志とは関係なく暴れるわ。これが赤い牙。姉さん、しっかりして。姉さん、呼びかけてよ。このままじゃ二人とも。ダメよ。ランのかすかな意識は飛龍さんだけに集中しているわ。そして完全に固定している。どうしたらいいの、ユリさん。とにかく何とかして2人を外へ運び出して迎えに行くわ。クネット、何をしておる。早く早く来てくれ。伝わってくる、ランの凄まじいパワーがこんなところまで。今行くわ、ラン。バード、ここだよ。おお、今行く。あ、ランは。姉さん、キリンさんと。は、ラン。いいか、できるだけ衝撃を与えるな。もうしばらくの辛抱だ。頑張って姉さん。バド、早く出して。僕は姉さんを支えてる。私も。よし、行くぞ。うん、なんだ、どうしたの。動かないんだ。バド。ソネット、あなたには我がタロンに生を受けた恩があるはず。その恩をなぜ仇で返そうとするのです。君は何も分かっちゃいない。タロンこそ人類の敵だ。君は騙されてる。人種差別のない理想的平等社会構築などとメレケスは言っているが、奴らの真の目的は君やランのパワーを利用しての世界制覇だ。嘘よ、博士はそんな方ではないわ。それにランはもともとタロンのもの。力ずくでも返してもらうわ。わからんやつだ。そっちがその気なら俺は体を張ってもお前らの野望を打ち砕いてやる。仕方がないわ。私はタロンの名においてあなたを倒す。いるんだ。あの集合体はソネットに真っ向からぶつかろうとしている。お、なんだあれは。もしやあれが赤い牙の正体か。素晴らしい、なんというパワーだ。ついに見たぞ、古代超人類の血の力を。
どうなるんだ。どうなってるんです博士。恨み合ったきりさっぱり戦わんじゃないですか。バカめ、わからんのか。この恐ろしい戦いが、この地震が両者のサイコパワーがぶつかり合って起こしとるんじゃ。見ろ、サイコバリアだ。ソネットのパワーが増幅していくぞ。もはや赤い基盤ごときは恐るに足らんぞ。反撃じゃソネット、今こそお前のパワーを見せつけてやれ。博士、黙って見とれ。滅多に見られん代物だぞ。どうやら蹴りがついたようじゃな。ランが消し飛んでしまったのか。仕方あるまい。強力な超能力者同士がフルパワーで戦えばどちらかが必ず死ぬ。惜しいことをした。これで古代超人類の血は絶えてしまったのか。大丈夫かみんな。バード、気力で塞いでいた傷口が開いてしまった。早く病院へ連れて行かないと手遅れになってしまう。赤い牙は生きておったのか。なんという生命力。もしあれはランの本体ではないのか。しまった、ランはあの車の中だ。腕い。カード、黙っていろ。スターを噛むぞ。それどころかソネットの心の中は暗い悲しみだけが冷たくよどんでいるだけ。ラン、ソネットは本当は心優しい少女なのよ。私の娘ユミの命を救ってくれたのもソネットなのよ。ラン、ソネット。バード、地割れが閉じるぞ。着陸してソネットを回収するんだ。無理ですよ博士。ユミさん、買ってくれ。早く二人を病院へ。バード、彼は大丈夫よ。急ぎましょう。いくらソネットでもあのままじゃ挟まれたらぺしゃんこだ。ソネット、しまった。
何もかも飲み込まれてしまった。一瞬にしてわしのソネットまでも。あれは RX606。 体の動かなかった私を力強い腕で、そう、薄れゆく意識の中で確かに感じたわ。この人が私を助けてくれた。でもなぜ。人工心臓は乱れもなく動いている。外傷も見当たらないわ。コンデンサーのエネルギーまで完全に使い切ってしまっている。なぜこんな状態で私を。こうなってはもう自分では意識の回復はできない。この人の意識を回復させてやれるのは私しかいない。長い、長すぎるよ。いくらなんでも落ち着きなさい、ワタル君。今はお医者様を信じましょう。ランは必ず助かるわ。さあおいで、ラン。我々は待っていた。長い長い時をこの日まで。おいで、古代超人類の腹からよ。ほら、大勢の仲間たちがいる。お前は一人ではないのだ。さあ早く。何も怖がることはない。みんなお前を待ってるんだ。さあ待て、ラン。どうした、ラン、なぜ来ないのだ。誰、私を呼ぶのは。バード。俺たちこそ君の本当の仲間ではなかったのか、バード。ほら見てごらん、周りを。渡る、なる、木島くん、桐生先生。何をためらっている。さあ来るんだ、ラン。不実なる人間どもの言葉に耳を貸してはならない。よく聞け、ラン。俺は君を信じる。他のみんなもそうだ。君を信じ、君を愛し、君を大切な仲間と思っている。嘘だ。そいつらは我が一族の敵、心の底からの友となれるわけがない。ラン、君が彼らのところへ行けばもう君はランではなくなってしまうんだぞ。バード、行かないで。振り向いてよ、バード。バード。姉さん。ええ、もう大丈夫よ。よかったわ、ワタル君。あとはバードを待つだけだ。遠くて私にも見えないけど、バードは死なないわ。きっと帰ってくる。これまでに何人の男たちに肌を許してきたことか。でもただの一度も人としてのぬくもりは感じなかった。なのにこのぬくもりは。は、わかりました。ではその線で引き続き吉名に。あ、くれぐれも長官によろしく。は、後日ご挨拶に伺わせてください。は。へえ、一通り手は打ったと。やれやれ、これで警察やマスコミに騒がれることはないだろう。それにしても博士、あなたやソネットがついていながらどうしてこんなことに。ふん、タロンの本部からは剣石のテレックスが山のように来てますぞ。私の面目は丸つぶれだ。
博士、今後あなたは私の監督のもとに行動していただきますぞ。よろしいですな。わしはソネットを失ってしまった。生涯最高の傑作をこの借りは返さねばならん。ラン、待っており、わしは必ず。気がついた。ソネット、俺にチャージを。動かないで、今ケーブルを外すわ。ちょっと向こう向いててよ。風穴のようだが、どのくらいの深さかな。出られるかしら。さあな。でもここに空気があるってことは絶望的ではないわけね。どうした。大丈夫。ちょっとエネルギーを使いすぎたらしいわ。俺にチャージしたためだな。君は俺を殺せと命令されたはずだ。それをなぜ。あなたこそ私を助けてくれたわ。エネルギーがほとんど空なのに。人間なら当たり前さ。人間なら。でも私はあなたの友人ランを殺してしまった。古代超人類の血を引くランがそうやすやす死ぬわけがない。彼女は生きてるさ。ねえ、名前教えてくれる？だって RX606 なんて呼べないわ。鳥貝秀一、仲間はバードって呼んでる。バード。ソネット、やばかったぜ。また助けてもらったわね。こうしてると君がタロンのメンバーだなんて信じられないな。サイボーグになる前の君に会いたかったぜ。バード。どうした。危ない。タランチュラ、気をつけろ。ソレット、ソレット、無茶はやめろ。バード！しまった！何？ソレット、ここから離れろ！いやよ、あなただけではとても。この人を死なせてはいけないわ。大丈夫よ。隣のベッドにいるわ。まだ意識は戻らないけど、もう心配はないって。よかった。姉さんのパワーってすごいね。こんなに早く回復しちゃうんだもの。あの人は？バードのことね。あなた、彼の名を呼び続けてたわ。彼ならきっと帰ってくる。今の私には感じる。バード。大丈夫か、ソネット。ええ、なんとか。おい、あれを見ろ。星だわ。外に出られたのね。ああ。これからどうする。どうするって、家もない私が戻るところは一つしかないわ。あなたは戻る気にならないの？よしてくれ。
殺されても嫌だよ。俺はやらなければならないことがある。そして大事な仲間もいる。分かってるわ。これでまた敵味方ね。さようなら、ソネット。バード、バード。